ワールドカップ、注目、モロッコ躍進、アラブの星に。サッカー日本代表が、あと一歩届かなかった、新しい景色。中東で初めて開かれているサッカーのワールドカップカタール大会は、日本にとってベスト8の壁を越えることがどれだけ難しいかを改めて思い知らされる大会となりました。その大会で、日本が成し遂げられなかった、初めてのベスト8進出を果たした国があります。ヨーロッパと南米のチーム以外で唯一ベスト8に勝ち残った、モロッコです。日本時間11日午前0時からポルトガルとの準々決勝に臨みます。日本代表との共通点も多い、モロッコ。モロッコは世界ランキング22位、日本の24位と順位はほぼ変わらないだけでなく、意外な共通点もあります。アフリカ予選でモロッコを率いたのは、かつて日本代表の指揮を執ったハリルホジッチ氏でした。ただ、予選突破を決めた後の、今年8月になって解任され、新たにワリード・レグラギ監督の下で今大会に臨んでいて、前回のロシア大会直前にハリルホジッチ氏を解任した日本代表とよく似た経緯をたどったチームです。今大会の1次リーグでドイツと、スペインという強豪を相次いで破り、世界を驚かせた日本。同じ1次リーグで、世界を驚かせる活躍を見せたもう一つのチームがモロッコでした。グループ F の初戦で前回大会準優勝のクロアチアと0対0で引き分けると、第2戦では世界2位のベルギーを2対0で破る金星を挙げました。そして、第3戦でもカナダを2対1で破り、グループ首位で36年ぶりに決勝トーナメントに進出し、ベルギーを1次リーグ敗退に追い込んだのです。強力なサイド攻撃。チームの攻撃を牽引するのがイングランドプレミアリーグの強豪、チェルシーでプレーするハキム・ジエシュ選手です。左利きのミッドフィルダーで主に右サイドとしてプレーするジエシュ選手は、正確なキックと独特のアイデアで攻撃を組み立てます。そして、ジエシュ選手と右サイドでコンビを組むのがディフェンダーのアシュラフ・ハキミ選手。ブラジルのネイマール選手や、フランスのキリアン・エムバペ選手などと同じフランス一部リーグのパリ・サンジェルマンでプレーする24歳は、世界屈指のサイドバックです。一次リーグのカナダ戦でも右サイドからのクロスボールで味方の2点目をアシストするなど、攻守でチームの鍵を握っています。強豪スペインとの戦い。日本と同じグループの2位だったスペインと対戦した決勝トーナメントの1回戦。満員の観客で埋め尽くされたスタジアムの多くがモロッコサポーターで、大歓声が選手たちを後押ししました。スペインの選手がボールを持つとすぐに大ブーイングが起こり、さながらモロッコのホームゲームのようでした。試合は技術で上回るスペインが終始ボールを支配します。ボール保持率はスペインの 63% に対し、モロッコが 21% と圧倒されますが、決定的な場面は作らせず全員が自陣で守りを固め、隙があればカウンターで攻め上がるという展開が続きました。したたかに PK 戦に、両チーム決め手のないまま延長戦も含めた120分を戦い抜いて、迎えたペナルティーキック戦。ゴールキーパーのヤシヌブヌ選手がスペインの前に立ちはだかりました。スペインのシュートを3人連続で防ぎ、会場から大歓声を浴びました。モロッコが2人決めて、迎えた4人目のキッカーはハキミ選手。決めれば勝ちが決まるこの舞台で、ハキミ選手はゴールの真ん中に、ゴールキーパーのタイミングを外す緩いシュートを決めました。世界トップレベルのクラブでプレーするハキミ選手が見せた、この大舞台での落ち着きで、モロッコは史上初のベスト8進出を果たしました。詳しいデータはこちら、モロッコ×スペイン。日本代表の鎌田大地選手は、クロアチア戦の後、この4年間で自分が目指しているところでプレーできるようにして、次の大会に臨めば自分はもっと大きくなり、より日本代表の力になれると思うので、この4年間はより良いクラブでしっかり出続けるようにやっていきたい、と語りました。日本が壁を越えるためには、クラブチームで普段から高いレベルでプレーし、その経験を積み重ねていくことが大切だという指摘でした。アラブの星となるか？開催国のカタールと同じ、アラブ諸国のチームとして唯一、ベスト8に勝ち進んだモロッコ。ホームのような大声援を受けて、アフリカ勢として初のベスト4進出をかけて、